ます。はい、お疲れ様です。ということで、もう今年はおなじみですね。よう走りますね、カマ。よう走りますね。はい、ちょっとね、前節からちょっといろいろ聞いて回ってることがありまして、はい、なえちゃんね、そのニュースとか見られますか？まあ、見る時もあるわ。見ない時もありますけど。見る時もありますけど、はい、最近はどんなニュースをご覧になりました？最近のニュース、ドラえもんが亡くなったんですかね。大山さんがね、はい、あとはノーベル平和賞、あとはもうメジャーリーグでしょうね。メジャーリーグでしょうね、はい。まあちょっとあんま関係ないんですけど、これは今回ちょっと社会問題知ってるからっていう、はい、なえちゃんが、はい、ちなみに SDGs っていう言葉は、ああ、もちろん、はい、言葉は知ってます。言葉は知ってますね、はい、何の略か分かります？確かね、再可能持続なんちゃうでしょ。ちょっと分かってんですね。そうそうそう、ちょっと分かってんだ。うん、そう、もうバチッとはこう、いやでも、はい、もうここで詰まる人がやっぱ多いんで。あ、そうなんですか。そもそもその何の略かが分かんないみたいな。でもなんか中途半端でしょ、僕も。分かってるように分かってる。いやいや、でもその持続可能みたいなね、うん、そういう意味が分かってればまあ大体大丈夫なんですけど、ということで今回はちょっと分かってない人が多いので、はい、SDGs についてお勉強しようという。ほうほう。じゃあちょっと1ページめくっていただきますと、持続可能な開発目標っていう日本語なんですね。はい、ちょっと英語で呼んでもらえます？サスティナブルディベロップメント、はい、ゴールズ。ゴールズ、はい。まあ、どういうものかというと、こう我々人類が地球に住み続けるために、うんうん、何をしなきゃいけないのかっていうのを定めた17個の目標のことなんですね。はいはいはい、はい、2030年までに、はいはい、例えばどんなものがあると思います？中身として、例えば、はい、結局服とかの再利用とか、はい、ゴミの軽減とかでしょ、はい、環境問題的な話、うん、実はね、だけじゃないんですよ。だけじゃない、うん、だけじゃない、だけじゃないっていうのが次のページになります。はい、はい、なんか見たことあるな、これはテレビでたくさん。これはユニセフのホームページから引っ張ってきたんですけども、はい、まあ1番目からそうなんですけど、はい、貧困なくそう、飢餓をゼロに、はい、全ての人に健康と福祉、はい、うん、ということで、その環境問題だけじゃなくて、うん、例えば貧富の差があるじゃないですか、はい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 、貧しい人は貧しいみたいな、うんうんうん、食料問題とか、うん、あと健康に対する問題、はいはい、医療を受けられない人がいますよとか、はい、そういうのを支援していきましょうっていうのも含まれてるし、はいはいはい、なんだったらもう戦争をやめようぐらいのことまで入ってますので、ね、はい、そういうのをね、分かってるかなっていう、全部含めて SDGs なんですよっていう、ゴミをリサイクルしようとかだけじゃなくてみたいな、全然知らなかったです、はい、ということでちょっと一つ一つ解説しようかと思ったんですが、はい、ちょっと次のページを見せていただきますと思ったんですが、ちょっとね、17はさすがに多いし飽きちゃった、調べてて途中で飽きちゃったので、それは飽きますわね。それは飽きますわ。ちょっとね、ご自身でね、かったら調べていただくのか、やっぱり自分で調べてください、はいはい、自分で調べるのがね、一番大事です、ね、はい、一番身につきますからね、はい、あ、ということで、まだちょっとめくるんです、まだ抜けちゃうね、はい、クイズ作ってきました、はい、SDGs みたいなアルファベットの略称のもの、たくさんあるじゃないですか、うん、例えば NHK とか、うん、NHK は何の略か分かります？日本なんちゃらかんちゃら日本放送協会ですからね、はいはい、みたいなものをちょっとね、いろいろちょっとね、でもこう喋ってるとやっぱ喉が渇いてきますよね。渇いてますね、うん、何が飲みたいですか？何が飲みたいですか？こういった時は今、お水。あ、お水ね、はい、まあ、水ではないですけど、ちょっとコーヒーでも飲みたいなみたいなコーヒーでも飲みたいなみたいな時ありますよね、はいはい、コーヒーの会社で UCC っていう会社ありますよね。ありますね、はい、何の略か分かりますか？絶対分かるわけないでしょ、そんなの。 UCC でしょ、はい、最後の C は絶対カンパニーでしょ。そうだでしょ、そこしか分かんない。でももう一個 C って C が2つありますから、ね、コーヒーの C するとでも U が分からない。
U? はい、分かんない、分かんない。じゃあちょっとめくってみましょうか。え、そうなの？上島コーヒーカンパニーの略なんですね。いや、めっちゃ好きですよ、上島コーヒー。はい、上島の U なの？上島の U なんですよ。うわ、初知りですか、これ。初知りですね、うん、っていうクイズなんですよ、今回。でも、ちょっとね、いろいろ略すにしてもパターンがあって、例えばこれはそのまま上島コーヒーカンパニーを略してますけど、はいはいはい、こうコーヒーを飲むとまたお腹も空いてきますよね、はい、何食べたいですか、何食べたいですか絶対そんな当たるわけないでしょ。いや、じゃあなんかアルファベットのやつあるじゃないですか、日本のハンバーガーチェーンというか。日本のハンバーガーチェーン、モスバーガー。あ、そう、モスバーガー。ということで第2問はモスバーガーのモス、MOS なんですけど、はい、これは何の略でしょう。あ、これね、ちょっとね、パターンが違うんですよ、これ実は。でもまあ有名なやつですけどね。いや、でもモスバーガーってじゃあどういうハンバーガーを売ってますか。なんで結局品質のいいバーガーでしょ、はい、ああいう、まあこうジャンクフードっていうよりかは、うん、こう野菜とかに気を使ったバーガーじゃないですか。そうそうそう、はい、自然をちょっとイメージしてください、なえちゃん頭の中に。自然を、はい、自然を、自然をイメージしました。はい、今どんな景色が見えてます。葉っぱとか。あ、見えてきてる、はい、ちょっともうちょっと引いてください。木でしょ。あ、木です。 うん、もうちょっと引いてもらって。森とか林。あ、森とか林。そう、もっと引くと、もっと引くと山でしょ。っていうことはマウンテン。マウンテンマウンテン。はい、じゃあちょっと反対側見てみましょう。山から反対側見たら何が見えるかなっていう。川。あ、ちょっともうちょっと下流に行った方がいいかもしれないですね。もうちょっと下流。はい、あ、海。オーシャン。オーシャン、うん、ちょっとじゃあ最後上向いてみましょうか。ああ、空。空には何が。空には、うん、それは夜。昼。昼です。昼。雲。太陽。太陽の。ということは3ということでめくってください。モスバーガーというのはこうマウンテン、オーシャン、サンなんですね。ほうほうほう、うん、山のように気高く、はい、海のように深く広い心で、太陽のように燃え尽きることのない情熱を持って、はい、バーガーってことでしょ。バーガーです。でしょ、まあ、そういう理念のもとにやられてるみたいですね、うん、モスバーガーというのは。ね、はい、すごいな。まあ、ちょっとね、季節も変わってきまして、はい、そろそろ肌寒くもなってきますよね、はい、そうするとやっぱり1枚羽織りたくもなりますよね、はい、じゃあ服はどこに買いに行きましょう。それはユニクロとか。そうですということで次の問題は、はい、ユニクロが何の略かという。ユニクロ、はい、まあ、2つの言葉が合わさってますね。ユニとクロでってこと、はい、ユニはどっちかな、これユニークとか。今日冴えてますね。冴えてます。冴えてます。あ、よかったですね、はい。ユニークな何かってことですよね。だから要は。ああ、そういうことですね、はい。ユニークな黒。服は。服は。英語で。何でしたっけ。もうそこはちょっとそこがまず冴えてない。あ、じゃあもうそこがわからんってちょっともうわからんので、じゃあめくっていただきましょうか。ユニーク。ユニーク。クロッシング。クロージング、はい、ウェアハウス。ウェアハウス、まあ、ウェアハウスは、まあ、倉庫とか卸売屋さんとか、はいはい、お店みたいな意味があるんですけど、ということで意味としてはこうユニクロでしか買えないような、他では買えないこうカジュアルファッションのお店ということで、それを縮めてユニクロというお店の名前になってるんですね、はいはい、でもね、やっぱりユニクロは独特のものありますからね。そうですね、うん、もう見たら分かりますからね。分かりますね、ユニクロだなっていうの、はい、自由はということで、なえちゃん次の問題は、ね、今ユニクロが来たら自由ですよね。そうそうそう、はい、それはね、はい、ちょっとこれはもうノーヒントでいきましょうか。自由は。嘘でしょノーヒントで分かるわけないじゃないですか。なんていうかね、こちらもヒントの出しようがないというか、まあこれ見たら分かるんですけど、このページ的に最後のページになってるんですか、はい、っていうのも考えて、これはオチなんだなっていう
意識を持って答えていただくという、G でしょ、はい、そのままグー、あでもね発想はね近いんですよ、あ近いんだ、発想近いんですよ、唱えてると分かるかもしれない、自由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 ということで、いただきましょう。じゃあマジで本当に本当だ。自由っていうのは、まあ自由、こうもっと自由に服を着ようみたいな。意味で。そうなんだ。じゃあ自由の服を着てる人を見たら、はい、自由に着てるかって聞きたいんですよね。あ、そうですね。そういうことですよね。はい、分かっ、ダジャレだと思われる可能性がありますよね。でしょうね。頭引っ張ったかれますね、多分。ちなみになんでこれ SDGs っていう聞き始めたかっていうと、本田愛ちゃんって言うじゃないですか、本田愛ちゃんのインタビューで、まあ、後輩にね、うん、残飯処理させてるっていう問題が発覚したんですよ、はいはいはい、嫌いなものを押し付けてって、あ、はい、うん、よくないじゃないですか、はい、まあ、ちょっと、ね、僕がこういい風にまとめようとして、それ SDGs ってことねって、うん、食べ残しを減らそうみたいなことねって言ったら、うんうんうん、愛ちゃんがそうそうそうってはい、SDGs ってこと、そう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 、 SDGs ってこと、そう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 、分かってんだと思って、その時はまあインタビューの流れもあったんで聞かなかったんですけど、はい、後から聞いたら全然分かってなかったんででしょうね、はい、この企画始まりました、なるほど、はい、じゃあいろんな人に聞いてくださいこれもう聞き終わりました、7人ぐらい聞きました、その動画もこのなりちゃんの後に上がりますので、ああ分かりました、はい、楽しみにしておきます、はい、ちょっと見てください、はいはい、あっ、しかもバイナリー。